はい、どうも、セイリーです。KOF98、アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。ちょうど決戦ね、今日から禁止モード来てますね。ではやっていきますか。本日ね、アップデがあった日なんですけども、バースが実装されてるんで、まあ出たらね、取っていきたいね。まあ出たらというか、禁止モードなんで取られへんか。あ、LR 見えてるよ。先生取ったよね、こっち。なんで禁止ターンは向こうの人っすね。LR が猫と向井と本能よりか。禁止せなあかんな。猫か。まあこれは本能禁止ですよね。で、猫取られて向井取ってハテナ行きましょうか。向井取りましょう。で、もう一体多分ね、LR いるんすよ、これ。ハテナにもう一体いるから、それを狙いに行かなあかんね。下行こう。あー、これ LR 取られたやろ。もうハテナないもんな、だって。選択ターンはロバート、イグニス、ゲーニッツか。まあさっきロバート取ろうか。これ LR 出てますよね、向こうの人。ハテナから。これ偶数、奇数でね、確か LR の数が奇数なことってないと思うんで、多分もう一体隠れてると思うんですよね。こっちも禁止ターンね。イグニス、クリーザー、クーラーが見えてるんか。そしたらね、クリスでも禁止しようか。2体取られますけど、1体取れるからね。UR。で、バネッサとクーラー取りましょう。で、あと1体は、マリーにしようかな。これでいこうか。で、あとは余った防御型、ヤシロあたり取りたいね。ヤシロ取られた。じゃあ、リョウと今日にしようか。さあ、これは LR が何が出てるかやな。あ、出てないね、LR。テリーが出てるけど。あ、最初に禁止したハテナが LR やった可能性もあるよね。LR は出てない。なので、クーラとバネッサ合わせて。で、向こうあれ、ネコレオナいるからね。要注意っすね。ネコレオナ、ほんまに注意しとかなあかんな。向井は出されへんな。けど、出すキャラいないよね、これ。今日でも出すか。これでいこう。これでいきます。マチアを頭に。これはもう叩いていきましょう。叩いて。さあ、ここは、できれば倒したかったね。このマチアはレオに飛んでくるよね。多分使うでしょう。ヘブンズゲート。結構減るからな、これ。4割ぐらい減ってる。で、このマチアは多分ね、マチアちゃう。レオは倒さないように。あ、倒した。倒してるか。猫か、向こう。猫出させて、そやね、マリー出そうか。マリー出しましょう。向井はまだちょっと様子見。猫出させて、マリーに飛ばさしに行こうかな。さあ、ボディ。これで、お、ヤシロも倒せる？ヤシロ倒せないわ。これ猫出してきてもマリーに飛んでくるんで、まだ出してこないと思うんですけどね。さあ、何を出すか。あー、でもヤシロ使ってから猫使ったらクーラーに飛んでくるか。あ、クリザリッドね。クリザリッド出すなら全滅狙えそうやな。うわー、クーラー沈黙や。全滅狙っていきましょうか。そしたらクリザリッド出してくるなら、テリーはバスターウルフは使わない。そしたらこのまま行って、いや、バスターウルフ溜まってるからね、マリーがワンパンされる可能性もあるから、こう行きます。で、これは使う。バネッサは使っていきます。で、ここはヤシロは倒さない。こうかな。これ、ボディ倒すんじゃないの？倒さんかな？危ない。ギリギリ生かした。クーラ沈黙痛いよな。クーラ沈黙なかったらね、全滅いけそうなんですけどね。状態上解除もいないしな、こっち。まあ、向かいで次一気に行きますか。さあ、バスタルフ。クリティカル出ている。ここはでも全滅はないね、こっちは。お、クーラーに来た。パワーダンク出ろ。よし、マリー倒した。これ、向かい出したらもう全滅取れるでしょ。ヤシロが復活しなかったらね。向かいと、ロバートで行けますね。これで行きましょう。これで、こう行こうかな。こういけば全滅は取れるかと思います。先に向かい。
さあ、いけ。あ、ただあれか。ヤシロが復活あるか。ないね。よし。これは勝ちましたね。ヤシロの復活。あ、でも死体消えてても、ふって復活するパターンあるからね。あ、危ない。それがあるからね。ちょっと怖かったんですけど。まあ、なんとか向井のおかげでいけました。はい、では頂上決戦続きやっていきます。今回、選択不可モードね。選択不可は先制取られてほしいけどね、先制取られる方がいいよね。 NI 番さん、先制取られたね。2番かな、2番って読むかな。LR はロバートと、見えてるキャラではロバートだけですね。マキもいる。そしたらね、禁止するキャラはゲに禁止しとこうかな。で、ロバート禁止されると思うんで、マキはどうしようかな。ロバートでハテナ禁止された。これはハテナ取りに行った方が良さそうやね。先にやっぱ LR 絶対ハテナの中にいるから、どこ行こうかな。2番目行きましょうか、これ。クラークや、しかも SR。マキ行くか、先。そしたらマキの下のキャラ行こう。あ、マキ気になってますね。ん？何これどういうことや。アーデルハイド？なんかぐるぐる回った挙句ハテナ取った。マキの下行こうじゃ。おー、出たー、大当たりこれこれこれがもうね、ハテナの、怖さっすよね。禁止モードの、まあ、怖さというか、マキを取りに行くんかな。ハテナにでもね、LR がもう一体埋もれてる可能性もあるし、これ奇数じゃない場合もあるよね。偶数。じゃあ奇数の場合もあるよね。偶数なんかなと思ってたんですけど、まあ、そこはね、確定ではないんでね、なんとも言えないんですけどね。じゃあマッキーを取りました。次、禁止ターンやな。禁止ターンなんで、ね、ここは、そうやね、ネームレス禁止して、そうですね、ネームレス禁止しよう。多分アーデルとゼロ、黒ゼロ禁止すると思うんで。あ、禁止ターン1体か、ここは。そしたら、黒ゼロゼロあたり取ろうかな。あ、黒ゼロ禁止？そしたらゼロ取りましょう。アーデルと。アテナは譲ろう。黒ゼロと、黒ゼロ、あれ、黒ゼロ禁止しない。じゃあアーデルと黒ゼロ取りましょうか。これでいこうか。ゼロとアテナ取られるでしょ、信号かな。あとはそしたらもうこっち防御で固めていくんで、キムとジョー取ろう。キム、ジョー、ビッグかな。これでいきますか。うん、信号取るよね。向こうのハテナのキャラが LR 出てなかったらもう、ほぼ勝てますね。ほぼ 100% に近く勝てると思うけど、 LR 出てなかったらね。さあ、シェルと、オロシェルとレオナとラモン、こっち先生やね。あ、違うか、先生向こうか。さあ、非常に考えてますが、さあ何が出たか。LR いないですね。もうこれは 100% 勝てるな、じゃあ。なんか、あんだけ時間かけて、キャラ選択したんですけど、結局、開幕でも落ちるっていうのはちょっとおもろいですよね。なんか、矛盾してるなと思って。それがまあ、この禁止モードなんですけどね。まあ、それにちょっとつぼってしまいました。はい、では頂上決戦もう一戦いきましょう。今回ね、選択不可モードボタンを押しました。エトさん、先制は取られた。なので禁止ターンこっちからやね。水地、キム、レオナ13見えてる。そしたら、どうしようかな。あ、ケンスもいるんか。マジか。めっちゃ見えてるやん。4体見えてる。禁止ターンはね、じゃあゲニにしとこう。LR 取りますよね、こっちが。選択権があるよね、こっちに。多分、レオナと、ミズチかな？ミズチとアーデルハイド？ギース。あ、アーデルハイドとギースね。そしたらレオナ取ろう。多分、ミズチ取られるんで、件数ですよね、次は。で、キムは取りますよね。
そしたら次、ハテナ行こうかな。ハテナ、まあ、ハテナいかんでもいいかなって気もあるけどね。まあ、行っとこうか。お、マキ出てきた。マジかよ。マキは強いよ。で、こっちの禁止ターンなんで、もうここ、ハテナ禁止しに行ってもいいかなってね、気もするけど、ハテナ、一体禁止しよう、ハテナを。で、向こうが一体禁止しても、こっち一体取れるんで、まあでも UR がね、出ると限らんのでね、ハテナから。あ、クラーク禁止？じゃあ、ハテナ行こうか。あー、じいさん出てきたよ。マジか。これはキャラ的にめちゃめちゃ有利やな。じいさんと覇王丸やで、しかも。これも防御で固めていこうぜ。ブライアン、ビリー、ラルフ、ブライアン、ビリー、ラルフ、防御ね。まあ、こんだけでも、レオナもじいさんもおったら、防御で固めてもね、いいと思うけどね。じゃ、ラルフ取ろう。SR の防御3体取りましょうか。あ、ブライアン R キャラか。これでもう、じいさんがいるから、だいぶ心強いね。最初にじいさんとマキ出して、向こうは、ミズチとキムだけですもんね、LR は、2体。じいさん、マキ、で、ハオマル置いて、ビリー置こうかな。件数は後出しでもいいかな。これでいきますか。これで頭ビリーよりもブライアン、あ、ビリーでいくか。これでいこう。ミズチ頭にしてる。あ、ミズチ、あ、そうか。え？初ターンに打てる？あ、技型3体やったら打てるんや。そうなんですね。そしたら、え、でもこれレオナ出したらミズチ倒せますよね。そしたら。ほな、倒していこうかな。これでじゃあミズチを倒させてもらいましょう。さあ、V スラッシャー。ミヌチはもう復活しますよね、ここで。じいさん撃って、うん。これでさすがに持続ダメージで倒す。もうこれでミヌチ復活できないんでね。で、このレオナは2ターン無敵。うん、これでどう出るか。あ、まだ使ってきた。ハオマルや、怒り下げられた。V スラッシャーも飛んでくる。ただじいさんが徐々にあのゲージが溜まっていってますね。どんどんゲージが溜まる。レオナこのまま前に行きます。で、ここはね、アテナ叩きましょうか。アテナ叩いて、じいさんゲージ溜まりましたね。レオナここやられないんで、ただ状態上は入るんでね、それが結構、きついかなって思いますけど。最後クリスタルシュート打って、これでも全滅取ったんじゃないの。むしろじいさん打てるからレオナはやられない。状態上は、あー、これ、あったかな、あれ。あー、解除あるか。解除あるやん。ほな、もうこういけば、ここ全滅取ったんじゃないかな。先にここにレオナ打っとこうかも。先に打ちましょう。レオナ打ってからの、あー、ワンパンできひんの。ワンパンができない。じゃ、マキ行きましょう。マキ、じいさんって打とうか。で、じいさん打ちます。さあ、全体攻撃。ドカーン！やばいね、じいさん。めちゃめちゃ気持ちいいやん、今の。ここも全滅取りましたね。もうこの持続ダメージが強いんで。これで全滅を取ったかと。うん。持続ダメージで。あれ？そんなにか。まあ、でもあとキムだけなんで、LR が。で、こっちまだ件数もいるからね、さらに。で、末期は復活するでしょ？もうこれはもうさすがにね、どうしようもないというか。じいさんもここ倒れることないもんな。じいさんまだあの、高齢心入ってないからね。さあ、キムが、師匠が来た。師匠飛んでくるが、あ、めまいした。で、あ、ミズチさらにあれ、封印入ってますね。さあ、ここは、ささみゆきは使ってくる。じゃあ次、ケンスは出さん方がいいかな。あ、じいさんゲージ溜まった。これ状態上解除とかないかな。状態上解除あればね。これこのまま行って、チズルやられましょうか。そうしようかな。これ使って、チズルやられましょう。キムこのカウンター怖いからね、言うて。カウンターがやっぱ怖いんで。チズルやられてもらって、件数出そう。右京さん前に。これ、チズル、さらに沈黙入れたね。
ここはもう地図入れられてもらって、レオナまだ踏ん張り入るんで、これ高齢心入りますね。高齢心入るんで、件数出して、で、これでいこうかな。頭、これでいっか。これでも多分全滅ですね。まず件数から。さあ、件数。これ火力高いからね、件数も。じいさんで水内倒せますよね。さすがに水内は倒せますね。ブライアンも打って。このキムはでももう一回踏ん張りあるんで、まあでも踏ん張ってもレオナの劣勝でいけますね。まあこれはでもハテナからじいさん出てきたからやりやすかったね、やっぱり。あとレオナが非常に強いんで、まあこの禁止モードやっぱキャラ差がすごいね。こうなってくるとキャラ差がすごい。まあでもこれもね、まあギャンブルみたいな感じで、運要素が強いんですけど、結構ね、このキャラの選択の運要素はね、まあ面白かったりもね、僕はするんですけどね。まあ賛否があると思いますけど、僕はこの禁止モードね、割と、好きな方です。まあ今回はね、キャラに恵まれました。はい、では今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。